今回はね、珍しく、2日目の朝にも着物着替えてみました。ね、最近ね、この狭いテントの中で着付けるのも慣れてきましたね。全然ね、まっすぐには立てないんですよ、このテントの中だと。どうしても首を折らないと立てない状態なので、着物の着付けの仕方ですね、一応、そうですね、上、長襦袢にしても着物にしても上を揃えたいときは、基本座って着付けてます。立って着付けるときは、裾線を、この腰紐ですね、腰紐を着物で着るときだけ立って、一応裾線は決めてますけど、それ以外は、膝立てみたいな感じでね、座った状態でこう合わせて合わせて、帯とか帯締めとかはするのも、その座った状態で、着付けてます。でね、昨日とはね、変えたのはこの帯の方をうさぎ柄のこちらねの方にしました。で、本当は半襟も変えたくて、別な半襟持ってきて、で本当はね、昨晩、半襟付けをしようかなと思ってたんですけど、なんかね、お裁縫をねする気分じゃなくて、だらだらと YouTube 見たりとかして過ごしちゃったので、半襟そのままですね。で、今度からね、キャンプの時は2枚重ねて、上の方の半襟を外すだけで、次の日別な半襟にできるっていうやり方で、前ね、旅行とか行ってた時もそれやってたんですけど、そのやり方をちょっとやってみようかな、久しぶりにと思っております。ですね、着物歴のことは今まで話したことあったかな、どうだったろう。一応、着物の方は、社会人になって、だから20代初めですねの頃に、1年間だけ、着付け教室に通いました。で、自分だけこう着れる形で、別に資格とかそんなのも欲しくなかったので、一応なんかこう段階的にこう資格試験みたいなのを通るようなシステムに感じになって、1回だけはね、最初の1回だけは一応それはやったんですけど、次からは断り続けて、一応、1年間だけ通いましたね。なんか最初の半年ぐらいは、ベルト、ゴムのベルトで腰紐代わりに、そういう器具での着付けだったんですよ。それでそれだけじゃ嫌だなと思って、もう半年やって、腰紐とか昔ながらのやり方ですね、器具使わないようなやり方の方を習ったら、もうさっさとやめました続けてる人はね、その先もね続けてた感じですね。でも人に着させるとかあんまり興味なかったんで、その段階でやめた形です。で、それからは、旅行だったり普通に買い物だったり、そういうので着物を着ていて、まあ、途中途中何年間かはこう着ないかった時もあります。でもね、一番子供が小さかった頃かな、1、2歳の頃なんかは、家の中でも着物で着たり、あとはこう子供たち公園とかね連れて行く時も着物で、連れて行ったりとかしていましたね。その頃から、普段着物に木綿の着物とかね気になってたんですけど、なかなか田舎のここじゃね売ってるところもなくって、で多分ネットで片替え木綿を買ったのが始まりかな。それで自分で縫って初めての木綿着物という形で、でその後は旅行先の、福島行った時に、会津木綿の反物を買ったりとかしてましたね。大元の、そうですね、着物に興味を持った時ですね。実は、高校の時は、電車通学してたんですが、その時、多分夏の時期だったと思うんですよ。
ホームで待ってる時に、隣に、それなりに年を取られた方だったんですけど、夏の着物で、白襦袢に黒い、着物で透けてる感じですね。あれを見た時ね、衝撃的でね、なんて綺麗な、着物なんだと思いまして、すごく興味湧いたんですよ。で、もともとこう、手作りのもの作ったりとかするのが好きで、高3の時の進路の時に、織姫ですね、織子さんですね、織子さんをやってみたくって、そちらの方に、機織りの何かそういうのを教えてくれるようなところに進むか、または、今の仕事にもなってます、そちらの方に進むかって悩んだんですけど、親にはね、そちら着物の方は今後先がちょっとわからないからっていうことで別な道に進んで、で着物の方は趣味でやったらみたいな感じで言われたので、そんな感じになっております。